白浜町立富田中学校は、和歌山県西室郡白浜町にある公立、中学校。2012年現在で、1年生から3年生の、各学年に1から3まで、各3学級。近いところに、JR 紀勢本線キーと大輝がある。本校は、観光地として、有名な南紀白浜温泉街エリアではなく、旧白浜町では南側に位置する。 その南を流れる富田川の川口近くの中石平野の中央にある。周囲はごく平らな地形で、かつてはその多くが水田であったが、現在は住宅地になった部分も多い。この地域は観光地である白浜とはやや異なった発展の歴史を持ち、富田川、川口域に立地する農村地帯であった。ただし、白浜の温泉街より、 南部の地域に近年になって観光開発された地域があるため、この地域がこの学校の校区に含まれる。かつては定時制の和歌山県立南紀高等学校と田文校が設置されていた。2015年7月12日、規制道南紀白浜インターチェンジが同校学区内に開設され、南紀白浜の表玄関となった富田地区にある。 1948年の新学生の実施に伴い、この地域にも中学校が必要となった。当時この地域には、東戸田村、西富三田村、南戸田村、北戸田村の4村があったが、この4村で協議した結果、4村で一つの組合立中学校の設立を目指すことが決定した。そのためにまず暫定的に、東北都西南で各一校を4月に開校した。 それから、関係団体等は、協議を重ね、1950年に南戸田村に放置を決め、この年の3月までに、自賃祭、上等式を行った。この首都三田村学校組合立と三田中学校は、組合立中学校の多町村に先駆けてのケースとなり、文部大臣から表彰を受けた。なお、この計画は、必ずしも、順調に進んだわけではなく、 様々な圧力もあった。中学校建設のために設立された事務組合の管理村長は当時の南戸田村村長であったが、彼の改装録では土地を決めた際に関係工作者10人ばかりが抗議に押しかけたのに対して自らの首をかける旨を述べて説得したこと、自陳祭には村内の反対ムードに気兼ねして東戸田、北戸田の村長などが不参加であったこと、しかし、 上等式には全員が参加して、涙ながらに挨拶したことなどを述べている。1950年の8月に第1期工事が終了し、愛川中学から校長が赴任、また暫定的に設置された富田第一第2中学の教師も赴任して、開校の陣容が整ったが9月3日、JN 台風が来週、校舎は大破し、同十一日の開校式は校庭で行われた。 9月末には PTA も組織され、校舎の第2期工事も完成し、台風災害も復旧され、10月28日に落成式が行われた。主として富田川川口付近の平野部の農村地帯で、あるが、北の方では片田など、南紀白浜温泉の南側を含み、ここに南紀白浜空港や南紀白浜アドベンチャーワールドがある。南は、 椿地区までを含む、その範囲には5つの小学校がある。ありがとうございます。